鈴木ブルーノこと鈴木カスタニエイラ・ブルーノ純一は、ブラジル出身のプロサッカー選手。マレーシアプレミアリーグ T チーム FC 所属。ポジションはフォワード。2009年に日本国籍取得。2012年までの J リーグでの登録名は、ブルーノ・カスタニエイラ。ブラジル北部パラー州出身の日系ブラジル人。6歳の頃に家族と共に、滋賀県土山町に移り住み、地元の少年団でサッカーを始める。高校ではガンバ大阪のユースチームに所属。3年時には、大塚祥平、宇佐美貴といった選手たちと共に攻撃陣の一角を担い、数々のタイトル獲得に貢献するが、トップチーム昇格の夢は叶わなかった。2009年、前年12月に練習参加していたアルビレックス新潟に入団。2009年8月に当時 JFL 所属の FC、町田ゼルビアイと期限付き移籍した。同年9月30日付で日本国籍を取得。12月にアルビレックス新潟に復帰。2010年6月、シンガポール S リーグのアルビレックス新潟、シンガポールに期限付き移籍。2012年よりアルビレックス新潟に復帰。シーズン途中に右 SB にコンバート。J リーグカップでベンチ入りした際には FW、DF 両方で登録された。2013年よりアルビレックス新潟シンガポールに完全移籍。2014年はホームユナイテッドに、2015年はゲーランインターナショナル FC に移籍。2016年 FC 岐阜に移籍。4月3日の第6節、徳島ヴォルティス戦でJ8出場、初得点を記録。ありがとうございます。